ペレスベート急戦艦は、ロシア帝国の建造した戦艦である。ロシア海軍では、艦隊装甲艦に分類された。装甲巡洋艦の本質的な拡大型であり、後に、装甲巡洋艦に類別を変更されている。本級の武装、装甲配置を示した図。ペレスベート急戦艦のコンセプトは、装甲巡洋艦というよりも、後の巡洋戦艦のそれに近いものであった。 同世代の全土急戦艦より高速で、高続力と高揚性に優れ、その代わり武装と装行は控えめであった。設計要求としては、戦列艦隊の構成要素としての能力に加え、仮想巡洋艦のように単独での通商破壊戦を実行する能力も求められていた。その仮想的としては、当時潜在的な敵国とみなされていたイギリスが、とりわけ念頭に置かれていた。 そのため、イギリス海軍が1893年から極東向けに建造した 254mm 砲4門搭載のバーフラー級戦艦がペレスベート級のコンセプトモデルとされた。ただし、ペレスベート級は沿岸部や河川での運用を想定したバーフラー級と異なり、当初より大規模な紅葉作戦に使用されることが予定された艦であった。必要とされた 公用性は素晴らしく、長大な航続距離と高い速力を実現するための燃料を大量に搭載するために、石炭庫のスペースを従来艦よりも大きくした反面、武装と装甲が同世代の戦艦と比べ劣っていることから、戦闘能力においては、戦艦というよりはむしろ、ロシアが1900年まで建造していた走行巡洋艦に近いものであると言えた。 具体的な基本設計は、走行巡洋艦、ロシアの拡大型となっていた。艦隊は、全艦板半分が延長され、そこにより優れた走行を持つ、連装式の手砲と一機が搭載された。手砲は40四ミ 254mm 砲で、これをもって、ペレスベート級を艦隊走行艦と呼ばしめるに至った。下砲類は、手砲の他に副砲として、 当時のロシア軍艦の標準砲であったカネ式45口径152ミ、mm、リメートル単装速射砲を11門、対水雷艇用として50口径75ミリメートル単装砲を20門、43口径47ミリメートル単装砲を20門、37ミリメートル単装砲を8門、バラノーフスキー速射砲の派生型で。 コンスタンチン・ニコラ・エビチ大公の後押しで採用された 63.5mm 上陸砲2門が搭載された。これに加え、水上発射型の 381mm 魚雷発射管が3門、水中発射型の 381mm 魚雷発射管が2門搭載された。薄いとされた装甲であったが、その内訳は、クルップ構成の装甲板を有する。 減速水線部中部が二百二十九ミリメートル、先端部が百七十八ミリメートル、第二番が百二ミリメートル、ケースメートが六十四ミリメートル、缶板が五十一ミリメートルから百二十七ミリメートル、主砲筒口が二百二十九ミリメートルから五十一ミリメートル、バーベットが二百三ミリメートル、司令塔が二百二十九ミリメートルであった。動力機関は。 国産バルト工場製の垂直型3倍拡張レシプロ機関が3機、搭載された。ボイラーは、フランス製のベルビル式水管管が30機、搭載された。推進軸は3軸で、速力は 18KN を発揮したが、航続距離には管によって差が生じた。1番管、ペレスベートと2番管オスラービアは1895年度の玄関計画で発注され、 1895年11月22日にサンクトペテルブルクのバルト工場と新海軍交渉で寄港した。3番目のポベーダは若干の改良を経た艦で極東方面の艦隊戦力補充のために発注された。1898年5月18日には建造が開始されたが、公式にはユリウス歴1899年2月9日寄港とされた。 ペレスベートとオスラービアは1901年、ポベーダは1902年に竣工した。建造費は、ポベーダで15万ルーブリ、オスラービアで1134万ルーブリとなった。ペレスベート官名は、クリコボの戦いで知られる、ロシアの英雄、アレクサンドル・ペレスベート・ニッチナム。1874年に除籍された先代のフリゲートより受け継がれた。日露戦争時には、 第一太平洋艦隊に配属され、航海海戦に参加した。1904年12月7日、陸軍からの砲撃により旅巡港で大破着艇した。1905年6月29日に日本軍によって引き揚げられ、修理を経て1909年には日本海軍へ編入、戦艦相模として運用された。第一次世界大戦が始まると、1916年初めに、 ロシア政府によって買い戻された。4月3日には、クレコーからウラジオストクへ開港され、4月6日に、装甲巡洋艦、ペレスベートとして、ロシア海軍に復席した。しかし、バルト海への開港途上、1917年1月4日に、ポートサイドを出港したところで、ドイツ帝国の潜水艦 U73 によって、不設された機雷に触れ、弾薬庫に引火爆沈した。 オスラービア艦名は、クリコボの戦いで知られる、ロシアの英雄ロジオンオスラアビアにちなむ。1874年に除籍された先代のフリゲートより受け継がれた。日露戦争開戦時には、旅順へ開港する途中であったが本国へ引き返した。その後、第二太平洋艦隊に編入され、日本海海戦において、津島海峡で潜没した。ポベダ艦名は、ロシア語で、 勝利という意味。日露戦争時には、旅順艦隊に配属された。1904年3月31日に、嫌いで損傷。修理後に参加した公開回戦では 254mm 砲1門と 75mm 砲3門を損傷し、4名が戦死、29名が負傷した。11月24日には、280mm、 砲弾30発と152から 120mm 砲弾17発を受け、旅巡航で大破着艇した。1905年10月17日に日本軍によって引き揚げられ、修理を経て1908年に日本海軍に編入。1922年まで戦艦数王として運用され、同年ワシントン軍縮条約に基づき解体中に転覆し、不要の上、 呉市沖の三つ子島に護岸として自陳、埋め立てられた。ロシア海軍時代日露戦争日本海軍。時代日露戦争後のロシア海軍。ありがとうございます。